ようこそ犬との生活向上チャンネル、ドクトレーナー瀬笠です。今回はアルファについてお話ししていこうかと思います。よくね、こう犬を育てるときに、この群れの上位トップの人のことをアルファって言いますよって言うやんか、言ったりするやんか。これってどうなのさっていうことについてのお話ね。これね、アルファっていう言葉があるんやけども、もちろん何か誰かが言い出したから今の世界、この現代においてアルファっていう言葉が存在するわけやんか。じゃあ誰がこのアルファっていうのを言って、そしてこういうやり方、そのアルファが群れのトップだからちゃんとこう群れのリーダーとしてバシッとしないといけないですせって言い始めたのかっていう話で、それね、浸透しすぎてなかなか消えないんやけど、これについてすごくひっくり返った話であるだとか、人間の心理特性っていうのをお話ししていく。1978年、ね、これは1978年に提唱された、方法というか、まあ本に書かれたのよ。じゃあ何って言ったら、ちょっとこれタイトルが長いのよ。犬が教えてくれる新しい気づき、人が犬の最良の友になる方法、ニュースキート修道僧たちによるスピリチュアルドッグトレーニング、長いっていうのが本のタイトルらしくて、これが1978年にアメリカかな、この本の主張によれば、犬っていうのは狼の血を強く色濃く引き継いだ生き物です。だから犬は仲良く人と生活する、社会生活を送るっていう生き物じゃないんだよ。この人間と生活する群れっていうのはバチッとした縦社会で作られていて、そしてその縦社会の中では常に地位争いね、こう地位を争う、上の者は下の者をこう押さえつけて、下の者は上の者にチャレンジする、挑戦する、まあ言ったら攻撃していく、いつもこう殴り合いのようなバチバチのような、そういった生活、そういった性格をした生き物だから、そういう風なことを理解してトレーニング、生活しつけをしていかないといけないよっていうのを提唱してるの。そしてその中で、まあいろいろなことは、実際正しいとか、その時代においては正しかったねとか、今でもちゃんと大事なこと、犬を大切にしようねっていうのはしっかり書かれてるんやけれども、結構やっぱそういったところはね、飛ばされやすくて、認識されにくくて、認識されちゃった一番悪名高いのがアルファロールってやつね。もう犬っていうのはそうやっていつもチャレンジしてくるもんやから、上からもうどついてやらなあかんよみたいな印象をね、そういう風に、じゃあ実際どうやるのって言ったら、犬を無理やりひっくり返して首根っこを押さえるっていうやり方ね。これでちゃんと犬っていうのは自分より立場が下なもんだよっていうのをね、理解させてあげないといけないよ、じゃないともう人をこう攻撃してきて、言うこと全然聞かない犬になってしまうよっていう風に提唱してるの。これについては日本版がね、1997年に出版されてる。だから最初に本が出版されてから20年経って日本に入ってきたのね。なので日本においてはそういった考え方もなかったから、そういうセンセーショナルなのがボーンって飛んできて、うわーこういう風にしてやっぱ犬ってやっていかなあかんかったんやって言って、おそらくそこが起点となって犬をこういじめるようなやり方をね、ずーっとそういうのが浸透していったと思う。こういう普通になったものっていうのは、いつ誰がどこで言い出したのかがすごく不明確になりやすい。だって当たり前でしょって、そうなって、そうなんでしょ、それ以上だって当たり前やから、これを疑う必要ないでしょって言っちゃうのよ、人間っていうのは。でも当たり前のこそ疑って、そして誰が言い出したのか、そして今ではどうなっているのかっていうのを知っておかないといけない。で、向こうでは1978年やんか、そっから20年後、ほとんど20年後に日本に入ってきました。その入ってきたね、数年後、まあ、2002年に、ここの、その修道僧のたちの新しい改訂版、本の改訂版が出したのよ。なんか2002年って、なんかそういうメガネ流行った気がするの。あれ2020年かな ?2002。まあ、それはどうでもいいか。まあ、そういうのがあって、2002年に新しい改訂版を出したと。この改訂版の内容で面白かったのは、きっぱりとね、以前のそのアルファロールのことを否定してるのよ。何って言ったら、我々はもはやこのテクニックを推奨していないっていう風に書いてるの。そして我々のクライアントにはこのテクニックを使わないように、使用しないように推奨しているって言ってるのよ。だからやっぱりね、間違いを認めるっていうのはすごく大事。私たちもその頼ってたもの、信じてたものが現実と違うってなるとすごくストレスがかかるから、ほら間違っててもついついやり続けちゃったりするやんか。でもそれって良くない結果を生み出すのよ。でもここのところはね、まあ過去のことはちゃんと認めて、あれは間違いだった、あれはもうしなくていいって、推奨、最初に提唱した本人たちが否定してるのよ。なのに、そういったことをこう、勉強とかね、普通っていうのを疑わなければ気がつけないのよ。やっぱり、提唱した側はいろいろこう考えがあって、そしていろいろやっていって、やっぱこうかなっていうのね、どんどん研究していく姿勢っていうのがあるのね。だから新しい間違いがあったら、いやけど、ごめんなさい、間違ってました、すいませんって言えるのね。でも、それを研究熱心じゃないとか、そもそもそこまで情熱がなかったら、普通をもう信じてたいわけよ。もうめんどくさいからね。
でもやっぱりそれをすると被害に遭うのはやっぱりね、この子たちだから、それはね、どうにか自分自身たちの普通を疑って間違いを直してほしい。だって元々の言い出した人たちがもう使うなって言ってるんやからね。この盲信についてとても面白い心理学がある。何って言ったら確証バイアスっていうのがある。確証バイアス、とある実験でね、参加者を集っていろいろ実験したのよ。じゃあ何って言ったら、ネットニュースを見てもらうのね。ネットニュースを見てもらうって言っても、情報を流すだけで、クリックするかしないかはその参加者たちに決めてもらうのよ。それで実際に正しいニュースとフェイクニュースを入り混ぜて、なんか日本語が言えない。まあ、こうやって混ぜて、発信したのね。で、どれだけその正しいニュースをクリック、ね、反応するか、そして間違ったニュース、フェイクニュースを信じるか見るかっていうのを試したのよ。じゃあ、面白かったのは、ちゃんと正しいニュース、そうやってね、正しい情報をクリックしたのは 53%。ね、53%。間違えた。57% やった。57% が正しい情報をクリックした。残りの 43% はフェイクニュースを見て、正しい情報を仕入れようとはしなかったっていうのが分かってるのね。まあ、ざっくり言ったら半々ぐらい。情報があっても、正しい情報、間違った情報があっても、それを区別できる、判別するようにっていうのは人間はちゃんとできてなくて、やっぱり半々ぐらいしか信じられませんよっていうのはざっくりやね。ざっくり言ったのが分かってる。だからそういうふうなトラップがあるっていうのを知ってると、私たちも、ああ、そうなんか、半分半分しか信じないんか、じゃあちょっと自分のことを疑っていろいろと改めてみようかっていうのをね、行動として選択できるわけやんか。当時はアルファっていうのが流行ったかもしれないけども、今ではもう提唱者すらそれを否定するし、もう使うなって言ってるわけ。それをどうにかしてね、自分の弱さかもしれないし、ちょっと新しいやり方は難しいかもしれないけれども、犬を大切にしたい、そしてね、幸せにしてほしい、幸せになってほしい、そういう風にして犬を飼っていって、これからもね、犬の社会をより良い方向に変えていきたいと思っています。今回も難しい話でしたが、お付き合いくださってありがとうございます。それでは次回もお会いしましょう。それじゃあねー、バイバイ。